おおおまんら邪魔の右乳も見足りなくないか、でんだかでんでん、パー邪魔でございます。この度私ボン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 バーが邪魔でパーパーパーということで噂になっているかもしれませんが、3月31日10時から16時、 ZOZO パークホンダフットボールエリアにてウイニングイレブンの大会が開かれることになったようです。そしてそこに私ちゃま実況、そしてあのまやけかさんが解説、まあ2人でワイワイにぎやかしに行かしていただくことになりました。皆さんジャマに会いに来てください。大会がですね、一応100人限定トーナメント、まあ、グループリーグとかに多分なるんでしょうけど、まあね、あのオフラインで、なんか 何々大会とかだけでちょっとね出にくいなっていう人も100人でワッとね、まあエンジョイしてる人、そんなになんかガチで極めてるとか自信があるよっていう人だけじゃなくて、いろんな人と、まあ、交流、オフライン大会の楽しさっていうのね、伝わればいいかなって、そういうような趣旨の大会になりますんで、ぜひぜひ集まって、ウイニングイレブン仲間を探しに来てくださいって。参加費はね、3000円かかります。で、場所がですね、ZOZO パークホンダフットボールエリアということで、住所がですね、千葉県千葉市美浜区若葉3丁目 2-17 ということで、いい景色が恵まれているところです。自然に溢れてピッチもあると思うんで、そこでウイニングイレブンの大会やりますんで、ぜひぜひ見に来てください。で、これがね、あのウイニングイレブンのイベントっていうわけではなくて、PK キングダムっていうね、優勝したら賞金100万円っていう PK のトーナメントのサッカーの大会があるんですけども、まあ、PK だけね、その、ブースの中の大会の中の一つのブースとして催しとして、参加させていただけることになりましたんで、まあ、当日はね、なんだろう、出店とか食事とかね、できるようなところもあったりとか、もちろんその PK のトーナメントを見たりとかできるんで、まあ、ずっとね、まあ、大会、ウイニングイレブンの大会出て、まあ、負けちゃったとしても、まあ、後々、結構楽しめるかなっていう感じにはなります。あとは、まあ、いろんなことをね、みんなで楽しんでいただけた、いけたらなと思いますんで、まあ、大会で勝ち負け、優勝っていうところを目指してくる人もありですけども、それ以外でも単純にね、友達とオフラインでワイワイやりたいとか、仲間をどんどん作っていきたい、ジャマの右乳を揉みたいという、そういう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ来てください。そして、フットボールエリアの方、PK の方は AJ ユナイテッドさんと牧彦さんが来られるようです。そっちもね、ぜひ見てみたいよね。うん。だからいろいろ楽しめる。サッカー好きにはもう一日中楽しめるようなイベントを作ると言っておりますので、見に来てください。ウイニングイレブン、友達作ろうぜ。はい、ということで簡単にはなりましたが、千葉からの説明、千葉でイベントありますんで、まあ地方ではね結構呼ばれていくんですけども、関東の大きいイベントっていうのが、まあ、そんなにねないというか、まあ、Jリーガーとか呼ばれちゃうんでね、千葉くん出る幕なしみたいなとこありますが、関東の方ぜひぜひチャマンデスボンバーの右乳、いや左乳揉みに来てください。では当日千葉 ZOZO パークホンダフットボールエリアでお待ちしております。家族で、友達で、彼女と、不倫相手と、ぜひぜひ来てください。さようなら、パー。皆さんこんにちは。フットボールフェス2019年応援マネージャーの琴音です。このフットボールフェストはサッカーをテーマにしたスポーツイベントとなっています。当日のメインイベントは優勝賞金総額100万円をかけた PK のワンデートーナメント PK キングダム、そして PS4 の超人気ゲームウイニングイレブンのトーナメント大会 E フェスです。
PK キングダムでは人気 YouTuber の牧彦さん、 AJ ユナイテッド戦のチームも参加が決定しています。そして E フェスのゲーム大会ではこちらも人気 YouTuber のチャマさんとプロゲーマーのマヤゲカさんも参戦いたします。まだまだ参加者を募集しておりますので、皆さんふるってご応募ください。詳細はイベントの公式ホームページからお願いいたします。当日は私琴音も会場で皆さんを応援させていただきますので、ぜひ遊びに、そして会いに来てください。フェスは3月30日土曜日、千葉の幕張にあります ZOZO パークホンダフットボールエリアにて開催されます。大会のエントリー方法や詳しい詳細は公式ホームページをチェックしていただくか、公式ツイッターのフォローをよろしくお願いします。最新情報を随時アップいたします。それでは当日皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ほなねまったねー。